あとはね、もうアクティブに外に出てくだけですよ。はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃介です。今日はですね、先週2本動画を出した市民ラジオのトランシーバーをゲットしようっていう動画の続きとして、コールサインの話をしたいと思います。まあ、トランシーバー手に入れたら、あとやっぱコールサイン決めなきゃってね、なると思うんですけど、そもそもの話からすると、市民ラジオのコールサインというのは昭和57年までね、当時の電波管理局、今の総合通信局にあたる役所から発行されてました。で、昭和58年以降、その免許制度がなくなって完全にフリーになったわけなんだけども、今ライセンスフリーラジオ、市民ラジオを運用している人たちの中には、当時のその発行されたコールサインを使ってる局と、桃介のように自分で作ったね、コールサインを使って運用してる局、このね、大きく分けて2パターンがあるわけです。まあ、これからね、トランシーバー手に入れてやろうっていう方のほとんどはコールサインを一から作るということになると思うので、まあ、そのポイントをね、話していきましょう。はい、で、コールサインの基本的な構成としては、いわゆる電管コールに習って地名、アルファベット、数字、この3つのね、構成で作られています。例えば桃介だったら長岡という地名、 HR というアルファベット、420という数字のね、組み合わせを使ってるわけなんだけども、このコールサインね、まあ別にどんな地名使ってもいいし、どんな数字使ってもいいし、まあ、自由なんだけど、作る時のポイントとして2つあると思うんだよね。1つは相手に聞き取ってもらいやすいコールサイン。これはさ、まあ無線なので交信状況、ノイズ混じりだったりとかね、あとは市民ラジオのイースポだったら QSB といってね、信号の上がり下がりがあったりする、そんな中で交信する時に相手に伝わるかどうか、これ重要なねポイントだと思います。2つ目は、まあ、被らないこと。特に電管コールとね、被らない方がいいんじゃないかなというふうに思うわけです。その中で地名なんだけども、桃介はね、この長岡っていう地名をつけたのはめちゃ後悔してます。たまたまですね、新潟県の長岡市に仕事で赴任をしていて、その時にこのね、フリラの世界入ったわけなんだけど、まあ、こんなに長くね、続けると思わなかったので、まあ、長岡ってね結構適当につけちゃったんだけども、この動画見てる方の中に長岡ってどこよってね思ってる人いっぱいいるんじゃないかと思うんだよね。なのでやっぱり、まあ誰にでも分かりやすいという意味では、都道府県名、政令指定都市、あとは東京23区とかね、まあ、それぐらいのレベルに留めておくといいんじゃないでしょうか。はい、まあ、どこのねコールサインってね、分かりやすい方が絶対いいと思います。もう桃介なんてもうわけわかんないもんね。長岡っていうわけわからん地名使ってる上に岐阜県に今は住んでるというね、状態になっちゃってるわけです。まあね、岐阜県にね引っ越してきた時に岐阜にね変えた方が良かったかもしれません。はい、あとアルファベット、まあここに関しては、まあ、好きなアルファベットのね組み合わせ、1文字もしくは2文字を使うといいと思うんだけども、電管コールで発行されていた最初の方のアルファベットの組み合わせ AA とかね AB、 このあたりは使わない方がねいいんじゃないかなと思います。ただまあ、どのアルファベットの組み合わせまで発行されていたかというのは地域によって違うので、まあ一概には言えないので、まあ、地元の局にね聞いてみるといいんじゃないかなと思います。あと最後に数字、数字に関してはまあ2桁もしくは3桁ぐらいがいいんじゃないでしょうか。ここもね、あんまり長くなると特にイスポの時なんかね、聞き取りにくくなるので、まあ、2桁3桁ぐらいにね合わせておくのがベストだと思います。はい、ということで、どうするんですか、コールサインもう決めましたか。もうトランシーバーってコールサインあれば即運用できるわけですから、あとはねもうアクティブに外に出てくるだけですよ。ということで、参考になりましたでしょうか。更新できるのを楽しみにしてます。以上、長岡 HR420、桃介でした。バイバーイ。登録。こういう感じ。